2枚橋焼却場2枚橋衛生組合は、東京都調布市、府中市、小金井市の3市から排出される、可燃ごみの焼却処理を目的とし、かつて設置されていた一部事務組合。1957年2月に設立、2010年3月に解散。調布市の水2丁目1番地1に、可燃ごみ処理場、2枚橋焼却場を運営していた。 本組合が運営していた二枚橋焼却場は三市の地域にまたがっており長らく三市の可燃ごみを処理してきた。1984年に施設の劣化により建て替えを検討したが二枚橋の用地では200トン程度と増大するごみを処分することは困難であった。また翌1985年には建て替え計画に対し二枚橋周辺の 小金井市民グループからの反対運動が起こった。東京都からの移設調停案に対しても、小金井市側からの反対があり、合意が得られなかったため、2004年には2枚、罰商客場の建て替え計画を断念し、施設を廃止して、土地を革新に返却した上で組合を解散することが決定された。2007年3月31日に処理を停止し、残務処理の後に、 本組合は解散された。所在地は、調布市の水2丁目一番地一、都立野川公園、野川、西部多摩川線を挟んで、都立武蔵野公園に接する。施設再建が中止され解体されることになった後は、2009年4月に、保育園が当地へ移転開園し、道路を挟んで、接するようになった。 跡地の内町府市が所有する土地には、調布市クリーンセンターが建設され、2018年12月17日に、春工。神大寺東町にあったクリーンセンターを移転し、2019年4月より本格稼働を開始。粗大ごみ処理とリサイクル資源の収集選別を行っている。廃止後の各市は次のように対応することとなったが、 対応は三市でそれぞれ異なるものであった。現在の各市におけるゴミ処理の状況は以下の通りである。小金井市は当初ジャノメミシン小金井工場跡地に新たな焼却場の建設を計画したが市民の反対で頓挫した。そこで国分寺市と新たに一部事務組合を設置した上で2010年に2枚橋焼却場跡地に新しい清掃工場の建設を決定した。 しかし、すでに焼却場跡地と周辺地の転用先を決定していた調布、府中の西から難色を示され、用地買収を断念した。特に、府中市は焼却場跡地の隣接地に保育園の建設を決定していたことから、健康被害を理由とする反対の声も大きかった。そうした状況を受けて、先術したジャノメミ新工場跡地に建設する案が再検討されていたが、 他自治体との計画も順調にいかないままの状況を打開できないため、ひとまず周辺の自治体に可燃ごみ受け入れを委託してしのいでいた。しかし、2011年4月に市長に就任した佐藤和夫の他市へのごみ処理委託費用が無駄であるとする選挙期間中の発言が問題視され、周辺自治体からゴミ受け入れを拒否されるに至り、11月には辞任に追い込まれた。 この問題は、第二の東京ゴミ戦争と呼ばれた。小金井市のゴミを受け入れるにあたり、富士見衛生組合周辺の調布市民からも、小金井市には振り回されてきた、住民感情として納得できない、自分たちの環境は自分たちで責任を持つということを、考えてほしいと厳しい意見が上がっている。また、右与曲折を経て、2015年には、 浅川清流環境組合を設立するに至ったものの、日野市一市で単独勝利し、ゴミ改革をして、ゴミを減らしてきた日野市の住民としては、小金井市のゴミを押し付けられた形になったため、日野市民の中からは反対運動も起きていた。ありがとうございます。